北山原潤教遺跡北山、原潤教遺跡米沢城米沢駅米沢市街地図、北山原潤教遺跡とは、山形県米沢市の史跡。寛永5年12月18日に行われた、キリシタン処刑の刑場跡である。処刑者のうち53名は、平成20年に、ペトロ・キベト187殉教者として、ローマ教皇庁より列服された。 マカス屋敷跡より発見された十字石、慶長の近況令以来、諸藩に、キリスト教近況が通達され、東北諸藩も、現那六年の道の仙台藩をはじめとして、取り締まりを強化した。ではヨネザー藩主、上杉影勝は宗教に寛容な政策を取った、ことから、近隣の信者が流れ込み、最大1万人ものキリシタンが存在したという説も、ある。 近況令を迫る幕府に対しては、統領内には、キリシタンは一人もござなくこうと答えたという。戦国時代を生き抜いた継承の時代はともかく、このサダカツが後を継いでからは、幕府の支配も安定した時代に入り、圧力に逆らうことは難しい状況になった。アマカス・ケーツギの次男と言われる、ルイス・アマカス・エモンは、二人の息子と、パウロ・にシボリ・シブラと共に指導的立場にあった。 米沢のキリシタン神と組織は、聖母の組と、ご生体の組の二つがあり、エモンが総指導者であった。信者の主だった者は、城下と、ぬか山の下級武士、神道が大の故障組などである。半重神の広井忠義は、幕府禁令に背くことを恐れ、藩主貞勝に取り締まりを進言する。同じく半重神でエモンと親しい、志田修理は、貞勝に、 すべての信者を殺すならば3000人以上の家臣を殺さねばならないと訴え、銃回条文の倫理性を説明して、キリシタンの除名を図ったという。以後も判明として、それぞれに帰郷を迫ったが、承知する者はいなかった。寛永5年12月17日、修理よりエモンへ死刑の決定が知らされる。修理の計らいで、通達の死者はエモンの友人であった。 米沢でのキリシタン処刑で特筆されるのは、全員が投獄されず、敬意を持って扱われ、自宅で刑の決定を待ち、役人に導かれて自ら刑場に赴いたことである。こうして、藩の刑場があった北ヤンバールで処刑が行われた。執行の役人は見物人たちに、ここで死ぬ、者たちは新人のためだけで殺される、身分の高いものであるから皆、平服するようにと言ったと、言う。 また、処刑者には、女性、幼児も含まれているが、同じく殉教することを望んで刑場に押しかけた、信者の少年たちを、名簿にないからと何度も追い返している。ぬか山の者は、男性は、北ヤンバルで、妻子は、ぬか山で七人が処刑され、花沢でも三人が処刑されている。事後、藍津若松に潜伏していた、ポーロ神父が現地を訪れて、ローマに報告書を送った。 米沢での布教活動や、進行状況、藩の正常などを32ページにまとめ、写しと合わせて3通を送り、2通が到着し、現存している。この年に、米沢で処刑されたキリシタンは57名であるが、ポーロ神父報告書に載せられた53名が後に、列服される。なお、天かすらの処刑後の寛永十一年、佐勝の母方の重邸にあたる山浦光則が、 京都での近況から米沢に逃れ、藩主親族ということもあり保護された。しかし、定勝の小綱勝ちが後を継ぐと、幕府の厳命に逆らえず、女王を2年12月に処刑された。三森は、日本の企業出身者で、唯一のキリシタン殉教者である。北ヤンバルの十字架像後に、藩の形状は、米沢南部の南原に移り、キリシタン処刑も、形状後も忘れ出された。 昭和3年、米沢カトリック教会に赴任したシュインテック神父は、300年前のキリシタン処刑を知り、バチカンに残るポーロ神父の報告書をもとに調査を行った。その結果、市街北港に供養の六地蔵石灯が建つ土地があり、ここがかつての形状跡と確認された。翌年には、市民有志によって跡地が整備され、十字架が建てられた。 この話に感動したドイツの信者からキリスト像、聖母マリア像、聖ヨハネ像が送られ、現在の姿となった。十字架像前の巨石は、列服記念式典での祭壇として、近年に据え置かれたものである。冬の北ヤンバル管理は、米沢カトリック教会で行われ、隣接地は同教会墓地である。陶器は、積雪で立ち入りできない。 米沢市資金制編1米沢市1991年。ありがとうございます。